ケット君、今日は三点倒立に挑戦してみましょう。まずは頭と両手が三角形になるように置きます。次にあまり蹴り上げずに優しく足を上げていきます。最後に足をピンと伸ばせば三点倒立の完成です。コツは顎を少し引いて頭のてっぺんで体重を支えること。みんなもチャレンジしてみてくださいね。